は、古代中国の文献に出てくる動物の一種。牛に似た一本格の獣。論語や、ソウシといった先進の様々な文献で、虎や、水地と並ぶ猛獣の代名詞として言及される。字が各白中などによれば、一本格で、色は、青、重さは千金だった。三海魚によれば、は、サイなどと一緒に中国内外各地に生息していた。字が本軍によれば、 が牛に似ているのに対し、蔡は豚に似ていた。は、祖国と縁が深い。古本、畜書記念によれば、中の小王が祖に南西に訪れた、蔡、大、に遭遇したという。また様々な文献において、その君主が、雲母の地でお借りする猛獣として登場する。修来航行期などによれば、や、蔡の比較は、甲冑の材料として利用されていた。 純死義兵兵などによれば、そのような用法は、祖父との慣修だった。近代以降出土した、甲骨文や器物にも見える。五感の画像石には、と推定される、一角獣の図像が描かれている。漢代から、疑神南北朝時代にかけては、随銃とみなされるようになった。その背景として、新一層の影響や体との混同があったとされる。 平安時代日本の演技式には、狛犬のような役割の守護獣像として、像が出てくる。秋代の小説、最遊記には、独角、大王が登場する。現代では、架空の生物と説明されることもあれば、実在の生物と説明されることもある。実在の生物だった場合の童定は、諸説あり、例えばニーダムは、インドサイと動定している。他にも、ジャイルズや、 ラウファーらの説がある。衆院や政治通にはメスのサイトする説が載っており、現代でも大緩和辞典などがこの説を載せる。21世紀初頭の考古学や古生物学の成果を踏まえた推定では、先進当時は野生の水牛を指したが、関内以降にサイト混同されたのだとされる。現代の死境にはという手記がしばしば出てくる。 現代の中国考古学においては、怪獣の体を模した、中主器を指す。これは、民国初期の王国威が、宋代の古物図録、俗考古,古図の説を採用したことに由来する。しかしながらは、本来、怪獣の体ではなくの角を模した、核廃、リュトンのような、円錐形の飲酒器を指していた、とする説もある。新代の古物図録、西清志館や、 金石作には、円錐形のノズが載っている。執行に出てくるは、罰尺、すなわち、共演の際に礼を失った者に罰として飲ませる、酒きだった。青木商事はその理由について、あたかも日本の花灰のように、円錐形であるがゆえに飲み干すまで置けないためだったと、推定している。ありがとうございます。